ゴールキーパーは高際、ディフェンスラインは石田、家泉、遠藤、川村、川村はこれがプロデビューになります。中盤センターに宮本と山下、右に加瀬、左に鏑木が入ります。ツートップは谷村と有田です。ゴールキーパーが串引き、ディフェンスラインは岡本、酒井、畑尾、中塩、中盤は天笠と風間のボランチコンビ、右に佐藤、左に川上です。ツートップは平松と長倉のコンビ。岡本は高卒2年目ですが、はい、明日から始まるアンダー20日本代表候補の合宿にも招集を受けました。そうですね、まあ、こういった連戦の中でまた代表で刺激を受けながら、はい、ハードだと思うんですけどね、より充実して、おスルーパスが通る、キーパーと1対1横に流した、最後は有田が蹴り込んだ、決めましたね、先制ホームのいわき、いや欲しかった先制点、6分前節は6分に失点したんですが、今日は6分に先制ゴール、素晴らしい崩しでしたね。有田は今シーズン2点目になります。まあ、ここであのスローイング、はい、前しっかり向いて、もうみんな前に前に矢印向いてますよね。ここで仕掛けて抜け出した中でしっかりと落ち着いて中を見て有田選手にと、佐藤が蹴ってくる、ファーサイド、うん、こぼれ球ダイレクトシュート、天笠、その前の天笠選手のシュートの前の畑尾選手ですね、はい、あの非常に的が広いので、まあ、ここまで得点も2得点、はい、してますし、そうですね、はい、家泉、もう一度左サイド、川村、鏑木、うまく入れ替わった、川村、うん、中につなぐ、谷村落とす、鏑木のシュート、通れる、宮本、分厚い攻撃でした、分厚いですね、やはり全体が前前と矢印向いてますし、相手のプレッシャーをこう無効化するようなワンタッチパス、はい、お奪った、加瀬、2対1、加瀬、谷村へ、谷村狙ってきた、わずかに右に外れました、うん、追加点ならず、ちょっと止めた位置が足元に、ね、入ってしまって、はい、その分タッチが多くなってしまったんですけど、はい、攻撃でありましたね、決めたかったですね、山下、宮本ターンします、遠藤の縦パス、谷村が抜けてくる、谷村中に送り込んで最後は有田、いや後半も立ち上がりにいわきがゴール、2点差になりました。去年の J3 得点王、そして MVP の有田、今日2点目、ここで入れたの誰ですかね、遠藤、あ、遠藤、いや非常にいいボール、まあ、抜け出した谷村もそうですけど、最後決め切った有田のこの距離感もいいですよね、はい、2人ともやっぱりスルーパスに対して反応もしてましたし、ただ谷村が出たからこそ、はい、有田がここで決め切ると、まあ、2人の関係性非常に前半からいいですね、さあこのパスはカットされます、うん、いい切り替え、奪い返した長倉、川本、川本切り返した、中に送るシュート、もう一度、あ、下側のシュートを2度ブロックされました。今いわきのディフェンス6人ぐらいいましたね、はい、いやでもいい切り替えからチャンス作りましたね、いかにその強度を落とすことよりもやはり工夫した中でプレッシャーかからないような運びができるか、はい、そうですね、いい展開ですね、下側、うん、カットインから左足のシュート、中木はボールをこぼしています、うん、前向きで奪いました群馬、頭から右サイド岡本、加瀬が帰ってきます、いや献身的ですね、はい、ここに帰ってくる、風間のクロス、ヘッド、長倉強い、1点返しました群馬、長倉の今シーズン2点目、いいボールでしたね、2対1、後半まだ時間がある中で1点差にしました群馬です、まあ、オフサイドを回りながら少し目線もずらしながらですね、はい、さすが風間選手のこのキックの質、外から長倉選手、
体を投げ出しながらですね、はい、いいゴールでしたね。シリキさあラストチャンスですかね、はい、キックはジャストミートしませんでした。ここで試合終了のホイッスル。いわき連敗脱出、これが5試合ぶりの勝利です。ようやくトンネルを抜けました。